皆さんこんにちは。37歳 YouTuber 水野優香です。今日は猫あさんからリクエストいただいた体重ダイエットの管理、やっぱり30代超えるとこうね、同じ体重でもこの辺がこうムニムニしてきたり、この辺がこうだらけて輪郭がぼやけてきたり、結構みんないろんな悩みあると思います。太ももがね垂れてきたっていうか太くなったり、やっぱ体重も減りにくいとかいろいろあると思うんですけど、それについて私がやってる実践してることをこうちょっとハウトゥーできたらなと思って、今回はダイエットネタでいかせていただきます。はい、では水野優香チャンネルが始まるよったら始まるよ。じゃあ猫あさんの質問、これをお答えしていきたいと思います。リクエストありがとうございます。猫あさんのコメントです。インスタ拝見させていただきました。お子さん産んだにスタイルが素晴らしい。私10キロ太っちゃって、いい方法ありませんか？ぜひ教えてください。はい、ありがとうございます。私 YouTube の方で言ったかな、2016年の1月2日に女の子を出産して、今37歳、 YouTuber やってますけど、太りにくいっていう体質なわけではなくって、やっぱりこう体重のことはすごい意識して、なんかこうモデルとかこう見られる仕事もしてるので、そういうこと意識してるんですけど、やっぱりダイエットは基本自分の理想体重を知ることが一番大事です。はい、なのでまず1つ目、毎日体重計を乗ること、これが大切です。体重計よりも筋肉だし見た目だよとか、なんかそういうの最近すごい多いと思うんですけど、ジムにしっかり通う、毎日運動しなかった子が毎日毎日運動を始めるとかだとこう変わってくると思うんですけれども、基本的に日常生活で見た目の鏡で見た自分っていうので、こう体型を見るのはなかなか難しいと思うんです。なのでまずは毎朝同じ時間にもうこう何もできるだけ何もつけてない状態、下着姿で体重計を持ってます、私は。でそれをですね、記録するのが一番いいんですけれども、その時にこう使ってるアプリご紹介しますね。はい、画面にありますくまさんのこのシンプルダイエットってやつです。はい、これなんですけれども、昨日の体重が乗ってて超恥ずかしいんですけど、ちょっと知り合いは、もう3年とかつけてまして、こう体重計をこうずっとほぼほぼ毎日こう測ってます。はい、でもう朝起きて体重測ったら記録するだけなんですけれども、それをもうやることによって前日食べたもので、あ、これ食べると私が太りやすい体質なんだとか、そういうのが分かるようになるんですね。私で言うと結構焼肉は平気で、だけどお好み焼きとかたこ焼きとか粉物だと結構次の日にガツンと体重が増えたりするんですよ。あとはそれを繰り返していくと、こう週末にやっぱこう旦那さんや子供とか、あと友達とかと出かけるといっぱい食べたいじゃないですか。あと旅行中とかも、そういう時もなんか管理ができてるんで、あ、ここで太ってしまってもここで記録して戻していこうっていう風になるのがすごくいい感じなんですね。なのでちゃんと体重が出るタニタとか、ああいうしっかりした体重計を買うことをおすすめします。次にですね、簡単にできてダイエットをずっと続けられる2つ目のポイントいきます。それはカロリー計算ですね。私はこういうカロリーブックの本みたいなのをまず買ったんです。あ、すいません、逆でした。はい、こういうカロリー辞典っていう本買ったんですけど、これとかでもこれじゃなくてもいいんですよ、いいんですけど、こうやっても何が太りやすいとか、こういうただただカロリーが分かるもので、あとはなんかこう麺とか分かれてたり、あとこういう鍋とか分かれてたりとか、こういうのってすごい便利で、あと
こう飲み物にもねちゃんとカロリーあるんでね、こういうのを持ち歩いて、これなんとなく見てるだけで大体のカロリーがこう頭に入ってくるようになるんですね。例えばです、肉類でもロースハムはカロリーが低いとか、これってあそうなのっていう感じなんですけど、ベーコンとロースハムって2倍近くカロリー違うんですね。でこういうのが勉強になるんです。このカロリーを頭の中に入れられるようになると、外食した時にあこの食材だったらカロリー高いな低いなっていうのが分かるようになってきます。あとはコンビニ行くとカロリーがこう大体表示されてるので、それを見ながらあこれは何キロカロリーぐらいだなみたいな感じでこう計算していく、それが大事だと思います。糖質ダイエットもすごい流行ってて気にはなってるんですけれども、結構食べれないものとか時間帯的に難しい、あとは一緒に筋肉量を作んなきゃいけないっていうのがあるので、なかなか運動しない人には難しいと思うんですね。だからやっぱり体重計に乗る、カロリー計算をする、まああとはだからアプリでつける3つかこれね、はい、がすごくおすすめです。で私はこれで本当に痩せたかった時が32ぐらいの時に一気に5キロぐらい痩せたんですけど、まあ、その時ちょっと痩せすぎちゃったのであれだったんですけど、1日のカロリーを1500まで抑えるっていうのを3ヶ月間やりました。それをやったら5キロ痩せたんですね。でもともとがすっごい太ってたとかいうわけじゃなかったんで、その5キロ結構絞るのなかなか大変なのかなって思いきや、特にそんなにすごい運動はせずにちょこちょここう絞るウェイトをしたぐらいで痩せられたので、ぜひネコアさんも試してみてください。ただ一つ気をつけなきゃいけないところがあるんですけれども、やっぱ30超えて痩せすぎるとここら辺がげっそりしてしまったり、これがこうほうれい線とか小じわとかになったりします。なので若い時の理想体重ってあるじゃないですか、それのだいたいプラス 1,2 キロは多めで考えておいた方がいいと思います。私もこれ3年前につけてて、まあ、理想体重ちょっとだけこう増やしてます。多分10代の時は40ぐらいだったので体重が、はい、もう今思えばその体重になったら多分ぎっそりしちゃうと思うんで、カリカリ族になっちゃうので気をつけなきゃなと思ってます。ではそんなダイエット法どうだったでしょうか。今回運動とか一切入れてないんですけれども、やっぱりちょっとずつ運動っていうのもしてやってます。なんかそういうのが気になったなっていうリクエストがあったら、できたらやっていきたいなと思うのでリクエストお願いします。お待ちしております。じゃあ今日の水のゆうかチャンネル良かったなって思ったら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。あとコメントでいただいたんですけれども、37歳 YouTuber のバーがダサいって言われてしまったんで、なんかいいポーズないかなと思ってるんですけれども、なんかいいポーズがあったらぜひ教えてください。よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。またねー。